ちは、こうやちわです。今日は海外のコスメが作れるメイキングトイやっていきたいと思います。前回リップグロスを作れるっていうやつをご紹介したんですけど、今回はこちらです。てってれー、マニキュアを作れるメイキングトイです。ということで、マニキュア、皆さんはネイル好きですか？私は大好きです。で、今回こちらのメイキングトイなんですけど、スマホのアプリを使いながら作っていくこともできて、ちょっと今までと一味違う楽しみ方ができるみたいなので、今回はこちらでマニキュア作りやっていきたいと思います。パッケージはこんな感じです。前回紹介したリップグロスを作るメイキングトイと同じメーカーから出ているものなので、似たようなデザインのパッケージになってます。そしてこのパッケージの真ん中にドドンとあるのが本体で、これを使ってマニキュアを調合していくような感じで進んでいくようです。そして色のバリエーションもすごくて、200以上の色が作れるみたいですよ。楽しみですね。ということで、早速開けていきましょう。いいよ。てってれー。あ、かわいい本体、かわいい。この中にもいろいろ入っています。セット内容はこちらです。パッと見シンプルな内容なので、作るのが難しくなさそうで、とても嬉しい内容となっております。で、ちなみにさっき言うの忘れてたんですけど、こちらの価格、日本円でだいたい3800円、なんか高すぎず嬉しい価格帯だなとは思うんですけども、まずはこちらから見ていきましょうか。本体ピンクね、可愛いですよね、ピンク色の本体で、ここが引っ張るとこんな感じ。そしてびっくりしたのが電池なんですよね。単三電池3本で動くようになっています。そしてこちらがインク、黄色、赤、青の3色。この3色があればどんな色でもできるって、昔美術で習った光の三原色だったっけ、多分みんなの方が詳しい。そしてこちら2種類あるんですけど、マニキュアの元的なやつ、ラメ系のやつと普通のマット系のやつ、2種類作れるみたいです。で、結構な個数入っていて、全部で24個、こんなに作れちゃうので、こんなに作れるんだけど、マニキュアを入れる実際のケースは4つとなっております。あとは作ったマニキュアを実際に楽しむためのアイテム、ヘラとかドットペンとか、こういうチップとかヤスリとか、そういうものが入っていて、で、こちらのちっちゃい黒いやつは最初に使うテスト用のやつ、最初だけ後で登場します。そして最後、説明書となります。セット内容は以上です。それでは早速マニキュア作りやっていきましょう。なんか絶対おかしいんだ。お分かりいただけたでしょうか。電池のあれがない、あの電気通してくれるやつ、本来はやっぱりちゃんとこうなってるみたい。まあ、今回これ電池なくても多分大丈夫な商品だとは思うので、気にせず進めていきたいと思います。それでは本体にインクセットしていきたいと思います。このキャップを外して、黄色いインクはこの黄色のところにはめていきます。そしてピンク色はピンク色のところに入れて、最後青色です。ちょっとグイッと押し込んでこっちにひねります。そしてここの上部分、数字が0から5まで番号が書いてあるんですけど、これを5番にダイヤルを合わせておきます。ここですね、ピンク色もダイヤルを5に合わせておいて、青色も合わせておきます。こんな感じです。続いて本体のここ引っ張って開けて、セットに入っていたこの黒いやつ、この中に適当にティッシュを丸めて入れて、ここにセットします。で、閉めると、そしたらここの上のインクを3回ずつ押していきます。1、2、3と、これでちゃんとインクが出るかをテストしておきます。で、全然出てない、もう一回やっていこうか。じゃん、お、いいじゃん、 OK ですね。ここまで
ての準備ができたら次はアプリの出番となります。今映ってるのがこのカラーフュージョンのアプリで、このアプリ何ができるのかと言いますと、作りたい色のマニキュアの配合を教えてくれるんですよ。でその作りたい色は自分でこれの色を作りたいっていうのを写真に撮ると、その色の作り方を教えてくれるっていう感じなんですよね。すごくない？なので今回はこれで写真を撮っていこうかな。持っている画像からでもできるんですけど、せっかくだったらちょっと写真でやってみたいなと思うので、写真を起動しましょう。カメラ、まあ、今私の手が写ってるんですけど、緑色用にしてみようかしら。そうするとなんか真ん中にマークが出るんですけど、これを好きな色のところに移動すると、緑は緑でもいろいろ緑がありますよね。ちょっと明るい方がいいかな。この辺とか、これかわいいね。これを作りたいです。カップ、こんな感じで配合が出るので、これに従って作っていくという感じです。そしてわざわざ補色、あの反対側のよりお互いを効果引き出し合いますよっていう色も教えてくれるみたい、なんか色の勉強みたいで楽しいですね。ではこちらの色で作ってみたいと思います。作っていくのにまずはこちらを決めていきたいと思います。ラメが入っているか入っていないかっていうのなんですけど、やっぱラメ入りがいいくない？これをまず一かけら、蓋を開けてと、こんな感じです。本体にこちら入れておきます。シュッと。そうしたらさっきの配合が黄色が4、青が1っていう風に書いてあるので、黄色のここのダイヤルの数字を4に合わせます。いいよ。赤は0だから0にして、そして青は1です。そしたらもう皆さんご想像の通りです。これをプッシュしていきます。と、これは多分0だから出ないんですよね。あ、お刺さんないようになってる。そして1の青、これで開けていきます。てってれー、こんな感じ。そしたらこちらのケースの出番です。これのここをくるっと回すとこんな風に開くので、ここの開いたところにこちらをこのままセットします。そしてまたこれを戻して、しっかり蓋を閉めたら振っていきます。これが出来上がった緑色です。作ろうと思っていた緑色、こちらかなり一致してませんか？今ジェルネイルしてるからちょっと落とせないんですけど、色を見る程度にちょっと上から試し塗りしてみたいと思います。シュッと。あ、めっちゃ下手。あ、同じ緑じゃん。見てください、こんな感じで。そうだよね、私って明るい方の緑選んでたので、こんな感じかな。ほぼ同じ色になりました。次はカラーブックから作ってみたいと思います。すごいたくさんの色があるので、どれにしようか迷うんですけど、なんかこういう紫系可愛くないですか？ラベンダーカラーみたいなの、これとか、あ、これ作ってみましょう。黄色を0の目盛りに合わせて、赤を4、そして青を2です。で最初シマーで作ったので、次はこっちのキラキラしていない方で作っていきたいと思います。これをここにセットして、あとは上のインク押していきます。えいえい。で黄色0だからお刺さりません。これだけでさできるってすごくない？これで混ぜていきたいと思います。ぐるぐるっと。ちょっと心配だけどこんな感じと、なってる。濃いと思ったんですけど塗ったらあの色だ。かわいい。え、すごい。絶対今回失敗したと思った。あ、ただ失敗しました。今回マットで作るって言ってたんですけど、間違ってシマーで作ってる。じゃ次こそは、今度こそはマットでーす。これをセットしてと。で次はオレンジ系の色を作ってみたいと思います。黄色5の赤2の青0。ででん。おー。これで混ぜていきます。ぐるぐるーっと。ぽいですね。ぽくなってきました。あ、すごいすごいすごい。こんな感じだよね。ねえ、まさにこんな感じじゃないですか。果たしてお色味は。おー、そのまんまよ。かわいいオレンジ色。
ということで、作りたい色のマニキュアそのまま作ることができました。お見事です。拍手。ということで、今日はカラーフュージョンのマニキュアが作れちゃうメイキングトイ遊んでいってみました。いかがでしたでしょうか。作りたい色写真に撮ってそれがそのまま作れちゃうって、しかもちゃんとさ3色で作ってるっていうのがすごいですよね。感動しました。いやすごいよね。すごい、ほんとすごいしか言えないです。ただ電池入れたらもっとどんな動きをしたのかっていうのがすごく気になる。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。